リスはするんですか？原始さんリスはするの？お、リスは？うん。いや、原始さんで決めてるかな。確かに怪しい要素ってそこぐらいしかないんだよね。ここ強心バールか。いきますかね。お願いします。お願いします。新鮮だ、原始さん。なんかじゃあ次いきますかね。もうちょっとなんか感じる。いつも言ってるか、言うて。ぐるるるるる。はい。うん。焼き場さん。うん。なるほど。うん。次、貨物はこっと。おっと、怒られるぞ、ゲンさんに。そんなとこ開いたら。今度、ゲンさん。ゲンさん厳しいから。怒りません、怒りません。厳しいぞ、今日のゲンさんは。一回怒ってほしいな、お願いします。一回怒ってほしいな。リスはゴミしかなかった。まあ、いいでしょ、配線ここなんで。まあ、うまいことやれば、早めにタスク終わりそうだし、俺が今度走り回れそうだな。今そうと言われたからです。これちょっと困るんだけど。中野のアルーマ。こんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。源さん、源さん、あ、源氏さん。ゲンさん、リスはするんですか？ゲンシさん、リスはするの？お、リスは？うん。リスはしたことないです。今日は変わりだから。今日はするよ、ゲンさんは。今日はその変わりだから。業者さんと毎回揉めなきゃいけないのか。普通に一回も視聴者のコメントに切れたことないですか？切れ、なんか反論はしたことあるけど、なんか、うん、ずっと継続してやってもなんか。日本語通じないんだったらいいやって思ってそれが俺がレポートですよ。サポリを開かれておられる先人かなこれは煽りだよなってます先人かわかりますいいねいいね高野さんコックピットおもろ確かにゲンさんも結構雑談してるイメージあるからそうだよねねえ、このアルマチおおメケンさんは停電前にエレキからメインに上がってって最後は魚さんがメインから降りてきてるので怪しい魚さんが全くメインから降りてきてないしあ一応ね最終位置エレクトリカルの8球の間なんだけど最後藤宮が左7個が右下にいるっていう状況ですで俺がセキュリティから、うんテープタスクやってるからキッチン脇の人は多分それを死にしてくれてるはずうん、はいプテアさんから最後プテアさんがテープタスクやってるから魚さんがテープタスクのところにいたのは見たからメインから降りてきたっていうのは変かなと思いましたね梅健さんのね最終シーン俺だと思うんだけどあ多分ミヤちゃんの後に俺梅健さん見てる梅健さん女性室の中に入っていっているで俺はその後エレクトリカルでミヤちゃんを見てるから俺してミヤちゃん絶対にキルできない、うん、と最初版でゲームも梅健さんを見ていてエレキですで私その後セキュでテープタスクをやって魚さんとプテアさんがおっしゃった通りおられでテープタスク終わったぐらいのタイミングで停電が始まり展望まで走っておりますとで展望で最後見かけたのがラブタさんともう一方ネロちゃんネロちゃんかな多分、うん、停電直したのがネロちゃんはい奈良子さん視点で僕弾けないですかその時間軸だったらどうだろうどっかで見たっけ俺メヤ君あメヤ君って女性の中にいた女性多分僕が奈良子さんよりも女性の早くいて奈良子さんよりも先にシャワーの方に抜けてるはずです、うんね、あでもそっか、はじけないか。そのシャワーに行った後戻ってきたらキルできる位置になってるから、うん、その間に梅健さんが女性に入ってってるのか。そう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 。はいはいはい。まあ、中野さん、まあ、厳しそう。あ、はい。梅健さん5秒以内のキルぐらいだと思ってもらって構わない。俺は結構キンキンで見たから。中野アルマとラブカさんははじけます、僕から。
ゲンさん、僕からは見えてないです。ありがとうございます。ゲンさんは僕が見えてるから大丈夫。まあ、一応僕、メインの、ゴミ箱の部屋までは行けてるんですが、まあ、弾いてください。あ、そんな移動してんだ。だったら弾けないんじゃない弾けないかも。弾けないと思う。僕移動してんだ。むしろ悪いし、停電になる前に武器庫ですれ違ったから。めちゃくちゃ痛い。停電になる前に武器庫ですれ違った後、メインのゴミ箱のゴミを取って終わりくらいです。ああ、そうなんだ。おお、結構、じゃあ、まあ、自分で入ってったのが印象いいけど、はじきはじさんってどこに行ったんだっけ。僕、ミーティングでボタン押してます。ああ、まあ、手が遅いから厳しいんじゃない。なんなら、ネロちゃんにどこ行ったって疑われるかなって思ってたんで。いや、でも、そんな時間経ってないだろうなと思ってた。5秒でそこまで行けんだろうと思ってたんで。これでも5秒だと、まあ、もうちょいあるかもしれない。いや、もうちょっと経ってたと思うけど。あ、目指せなんだっけ。目指せ前だから。俺はシャワーのタオルタスクをやってる最中です。今、武器か。シンプルアルマメイヤじゃない。まあ、確かにアルメイだね。俺からケンさん見えてなかったけど、ラウカさんがケンさんって言うなら大丈夫かな。いや、アルマ停電になる直前ぐらいだったと思うんだけどな。そんないけんのか。か。で、強靭じゃない。オリモ。アルマ死んでるならほぼ麺屋さんになる。オルマが死んじゃう。アルマくんね。ショコ右にいたはず。そうそう、上の方にいた。コミサボが鳴ったタイミングぐらいでアーカイブから昇降機右に抜けており、アーカイブにメアさん、シャワーにハイブリさんを残して僕はエンジンまで行ってます。俺その後アーカイブのタスク終わった後にシャワーメインで最後エンジンに入るぐらいまで行けてます。エンジンに入るぐらい、それだったら、うん、メインの左のハイブぐらいだから、ね、魚さんは多分気づかれてると思うんですけど、アルマさん、魚さん、ゲンで昇降機左ぐらいで固まりませんでした、一回。あ、そう、そんな記憶あって、あれ、アルマって、なんかミーティングの方いなかったっけと思ってて、なので、ただ、初手キルを洗うんだったら、このキルがメイヤー関与してないとしても、初手キルでメイヤー視点の対抗位置を確認した方がいいと思っている。マジでそれ、きついな。藤宮はできない、できないんだね。7個ぐらいしかできないんだね。うん、そうだね。七子さんは僕女性室に置いてシャワーに入ってるから、あ、僕はね、石油テープで、あの魚さんと一緒に石油テープに入って、魚さんよりも後ろにいるから僕は。魚さんは視点厳しいですか。梅木さんでもエレ、私がエレキで見た後の視点で七子さんで、その情報ってどこでしたっけ、場所は。その後藤宮がエレキからメインに上がってるのを見てます。梅木さんに関しては。さん、魚さんって弾けるんですか、そもそも。え、花さんは最初最後エレキで見てるから、だからね、弾ける理由が、俺がプテアシさんとすれ違ったのは停電中あたりで、で俺は死にしてるんだけど、あ、ちゃうすれ違ったんじゃないよ。キッチン側から石油に一緒に入ってますよ。あ、そうなの。そうそう。すいません、あの10秒だけください、後で。どうぞどうぞ。あ、今いいよ。あ、今いいですか。源さんがちょっと怪しいって思っちゃってて、ラブカス、はい、ラブカスが見えたって言ったじゃないですか。うん、ラブカスってダウンロード終わって配電盤の左にいたんですね、最後で、うん、ネロちゃんさんが右なんですよ。なんでゲンさんがキッチンからデッキに入ったんだったら、ネロちゃんさんの方が先に見えるはずだと思ってて、なんでラブカスの方を先に名前あげたのかなと思いました。で、私はラブカスなんともう一方って言い方をしてます。で、実際石油から、キッチン展望まで行ったのはプテさんと、はい、魚さんからで、まあゲンさんは厳しいと思う。あのキルに関しては、まあ、死人はあれだけど、前回のキル含めて僕はメイヤーさんがかなり濃厚かな。藤宮がマットの可能性もあるので、ちょ、もう一回も待ってもらえませんか。これ俺釣られると結構やばいんで、ボタン押します。まあ、釣るんだったら、どっちだろうな。七子さんまでは釣ってほしいかな。そしたらアルマが死んでるから俺釣られるのは仕方ないけど、藤宮さん、お願いします。まあ、アルマ死ぬんだったらもうこうなるよな。よい、めっちゃ眺めちゃった。考えながらやるとあかんね。やばい、頼む。はーい。魚さん直さなかったの？
あ、俺コメさんも向かってる。あ、オッケーです。あの左にラブカス、藤宮がいたからそれを死にしつつって感じ。メイヤ君視点だと七子さん筆頭だと思うんだけれど、アルマ君の話もうちょっとだけ詰められると思っていて、ミヤちゃん視点だとラウンジ側で見たんだっけ、アルマ君を。昇降機右に、コミサボが鳴ったタイミングで入っていくのを見て、はいはいはい、アーカイブにメイヤさん残し、シャワーにハイブリさん残しで、僕はメインエンジン宿舎まで行けてます。で、魚さんとゲンさんが、昇降機左でアルマ君を見たっていうのは何の話、いつの話、かは正直あんまり覚えてないです。私は金庫タスク1個だけやって出てきたぐらいだったので、序盤じゃ序盤だと思います。アルマ君多分貨物脇で、俺アーカイブ脇だったんだけど、ラウンジにから貨物に行くときに、ラウンジからアーカイブ行くときすれ違ってるから、その後に藤宮君が言ってる死人だと思うのね。うんうんうん、で、今回ってヌーン右にやったけど、ヌーンってさっき左に行ってたりとかしたら、右に、あ、俺が左から右に動かしてるから。じゃあ多分それを乗ってるんがアルマ君じゃない、前回のターンで。うん。うん、ラストは中野君が、証拠左に来てるってことだと思います。かなりでも、うーん、だとしたら俺迷惑無理だと思ってたんだけど、いや僕が宿舎までたどり着いてるから証拠左はないと思うけどな。なんかね、それによって変わるとか、要するに迷惑、じゃあ中野くんのラスト位置が宿舎右にいるんだったら迷惑しかキルできないと思うのよ。てか ね、中野アルマね、ヌーンでね、右から左来てたような記憶があるんだけど、どうなんだろうな。ただ基本もう迷惑さん黒で置くか七子さんまでローラーするかだから、結局アルマのキルは、うん、あ、じゃあ俺をローラーするんだったら、俺はラスト宿舎まで来てるので、アルマキルっていうかは梅健さんキルの話で、おそらく今いやだから、そう、梅健キルの場合は、メイヤ君かアルマ君が候補やったから、メイヤ君だと思うけど、うん、アルマ君キルに関しては、おそらくメイヤ君じゃなさそうなのね、俺も。ね、はい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 。アルマ、うん、他冷たいなって思う。その場合は、アルマが昇降機左行ってる場合は、坂源じゃないの。さっきボタン、押したのがあれです。これはね、無理で、なんでかというと、先にコミュニケーションの方に向かっていて、最後ね、七子とすれ違ってるの。うん、魚さん無理じゃない。魚さん的には、源がミーティングとか、証拠左で切ってボタン押してんじゃねって思う。の可能性がめっちゃ高いと思ってる。うん。うん、確かにボタンで切るはあるかな。ヌーンで仮に左に行ってるなら。うん。あら。結構。で、ボタン押してるんで、歌い方押してください。うん、いや、ゲンさんで決めてるかな。確かに、怪しい要素って、そこぐらいしかないんだよね。まあ、今の切るに関わりそうな部分に関しては。ゲンさんではありそうなんだけど、いやでもな、確かにあれは引っかかる、さっきの展望の話だけは引っかかる。俺はいはい、うん、ごめん、ちょっと再度確認させてもらっていい？その、アルマが殺されたタイミングって、ヌーン、昇降機のヌーンってどっちにあったの？左？だ左でしょ？七子さんが左から右に乗ってるから、うん、あれが貨物脇だって言ってて、左に行ってるってことは、だ宿舎前に行ってるじゃないですか？あ、であれば、アルマはおそらくミーティングか宿舎前通路でしか死んでないはず。あ、はいはいはい、うんうん、で宿舎前通路までは俺が入っているので、そこに死体はない。うんってことは金庫は昇降機左、ミーティングルーム、もしくは昇降機の右に行くルートがないからやっぱり原産だ。魚さんの視点は多分もともと私が来いって話でしたよ。魚と原産で左側で、昇降左でアルマクを見てるんだったら原産だと思う、まあ、もしくは7個ぐらいしかないから、うん、じゃあセリフです。釣りましょう原産。はいはいはい、はい、ってなると初手切りはこれさ、リアクターを中野くんが動かしてるのって必ずなんだっけ？いやそうじゃないけど、左側にあって七子が右に来たでしょ、うん、でそもそも左で死人があるっていうのが正しいんであれば、俺は右で見ているし、俺と藤宮君が右で見ているわけよ、うん、はいはい、まあじゃあポタポタ絶対使ってる。だから絶対に左にヌーン以外での移動がありえなくって、うん、その死人が嘘つかれてたらそもそも右で迷惑が切ってるからそれでも OK。 そうだよね、でも魚さんも見てるんだもんね、うん、中野くんは。そうそうそう、オッケー、あ、見てる見てる見てるし、うん、あの原産と繋がってる場合は俺がその証言をしちゃうと原産連れちゃうからしない。あ、そうだよ、うん、ネロちゃん狂人でどうですかね。これは俺停電直してるよ。あ、直してます。すいませんでした。
キルされてる説ありそう。ありそう。梅ある？アルマさんとか。原名はどうなのかな。メインまで行ったからね。一応表しておきます。どうだ？どうなんだろう。ここ強靭バールか。ふふ。ちょっと待って。どっちだっけ？あらー。あらまか。花コンか。はいはいはい。チクショ。悔しそう。そうだよな。容疑者一にバリバリ入っていったもんな。そうだそうだ。いやそうでもね、本当にメインの左上の小部屋で5秒くらい隠れてたから、なんか、あ、白もらっちゃったと思って。うん、停電になる直前にキッチン武器庫ですれ違ったか、そんな意見だって感じだったね。急いでも容疑者に入らないとって。切れる位置はそこしかなくて、もう2人以上の行動シーンしかお見かけできなかったです、今回。うん、次インポスト行ったら絶対にお前ら全滅させてやる。ジャックマグだな。全滅なんだいつの間にか、なんか、いいもん悪いもんが逆になってんだよな。